こんにちは、DM コアです。今日はですね、ある事件が起きてしまいました。今こう見ていただくと、ピラニアのですね、チビたちが7匹しかいません。1匹いなくなってまして、どうしたかと言いますと、こちら、大きい方のですね、エリアに1匹入ってしまったみたいなんですね。どうやって入ったかはちょっとわからないんですが、今セパレーターでね、仕切ってはいるんですが、大きい方の、危険エリアにですね、1匹迷い込んでしまいました。その結果ですね、こんな悲惨な状況になってしまいました。もう完全に、体の半分がですね、なくなった状態ですね。で、完全にもう死んでます。非常にですね、今まで8匹のね、ピラニアナッテリのチビたちをここまでなんとかですね、大きくしてきたところなんですが、先日ちょっと、このチビたちの中でも、喧嘩がね、始まって、1匹ちょっと相当深い傷をね、負ったんですが、その子が見当たらないので、この子が、その傷を負った子だったみたいですね。でも完全に綺麗にですね、食べられて、もうお兄ちゃんたちは結局もう満腹でお腹がいっぱいでですね、もう食べない状況で、もうこういう状態になってます。いやー、ちょっとね、仕事から帰ってきてちらっと覗いたら、なんかちょっとチビたちが少ないなという感覚があって、よくよく覗いたらこういう状態になってたんで、いや、ショックですね。ちっちゃな、本当にちっちゃいところからやっと、今7、8センチぐらいまでね、成長してきたところだったんですが、こういう状態で1匹ね、落ちるとはちょっと思いもしなかったので、非常に、残念ですね。まだ相変わらずちょっとこのセパレーターを外すっていうことがですね、ちょっとできそうもないですね。大きさが一緒ぐらいになるまで、セパレーターは外せないですね。もうそろそろいいかななんて思ってたんですが、ちょっと厳しいですね。この状態で、今セパレーター外したら多分みんな食われてしまう可能性はありますね。同じ同種のピラニアなんで、共食いはしないっていうことでね、考えてたんですが、そうでもなさそうですね。やっぱりちょっと傷があったり、ちょっと弱ってる、同種の、ものはですね、襲われて、餌になってしまうという形になるみたいですね。今日はちょっと残念なね、動画になりましたが、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。